意外と早かったな。もう少しばかり待たされるかと思っていたぞ。まあ、私たちも少しは成長してるってことよ。さすがにあなたのお仲間にはかなり手こずらせてもらったけど言うじゃないか。だがこの検定を彼らと同じには考えないことだ。正面からの対決において俺を凌駕する者はそうはいない。たとえ S 級遊撃士や蛇の人といえどな自信満々やんか。あなたの強さは嫌というほど分かってるわ。でも私たちも理由があってこんなところまでやってきた。輝く輪による異変を止めて混乱と戦火を防ぐために、たくさんの人たちに助けられて私たちは今ここにいる。だから引くつもりはないわ。理由としては悪くない。だがヨシア、お前の理由は違うようだな。え？お見通しみたいだね。僕は自分の弱さと向き合うためにここまで来た。あの時姉さんの死から逃げるために自分を壊したのも、教授の言いなりになり続けたのも、全部僕自身の弱さによるものだった。それを気づかせてくれた人に報いるためにも、大切なものを守るためにも、僕は正面からレーベや教授に向き合わなくちゃいけないんだ。ヨシア、巣立ちの時か。もうカリンの代わりに心配する必要もなさそうだ。これでようやく手加減する必要はなくなった。本気で行かせてもらうぞ。ちょっとどうしてそうなるのよ。ヨシアのことを心配しておいてどうして。いいんだエステル、覚悟を決めただけではレーベは納得してくれない。その覚悟を貫き通せるだけの力が伴っていないとそういうことだ。俺にも俺の覚悟がある。もしお前たちの覚悟が俺の修羅を上回っているのなら、力を持って証明してみる。望むところよ。ま、湖畔でエステルちゃんを連れ去られた時の借りもあるしな。全身全霊を込めて挑ませていただきます。見切れるか。受けてるよ検定を。すみません皆さん。Thank you.
せい。ほれ。もう僕は逃げない。スランス！キリハットブレイド！とっておきを見せてはるぞ！まだまだ大きい国民！Thank you.
もう僕は逃げない。センス！キリファントブレイド！見切れるか。我が右手にある剣より授かりし輝きを持って我らが盾となる。せい！遅い。せい！もう僕は逃げない。スランス！キリファントブレイド！もう僕は逃げない。スランス！キリファントブレイド！せい！遅い。遅い。ほら。もう僕は逃げない。センス！キリファントブレイド！せい！Thank you.
お願い。ほれ。正義は勝つ。いやね。よかった。これで。なかなかやるが、俺の修羅を止めるほどではない。どうして?所詮お前たち遊撃士は、人を守るだけの存在だ。断りに至りでもしなければ、修羅に届く道理はない。小手調べはここまで。そろそろ全力で潰してやろう。だったら、レイブ、ここから先は僕一人で挑ませてもらうよ。ほう。ヨシュア?大丈夫、エステル。確かにレイブは強すぎるけど、それでもダメージは効いている。あとは、僕にやらせてほしい。ヨシュア。確かに今の戦闘で俺の機動力はいくらか落ちている。その一点においてのみ勝機があるかもしれないが、それでも勝率は限りなく低いぞ。分かってる。姉さんが救い、教授が繕い、父さんが解き放ち、そして今エステルと共にあるこの魂、遊撃士としての心得と漆黒の牙としての技、その全てを持って検定に挑ませてもらう。いいだろう。来い、漆黒の牙。
やるな。ならばこちらも全開で行かせてもらうぞ。どうしたヨシア、唯一勝るスピードを生かさずにどうやって勝機をつかむつもりだ。ねえレイヴェン、どうして教授に協力してこんなことをしているのか。前にカリン姉さんの復讐が目的じゃないって言ったよね。この世に問いかけるため、それは一体どういう意味なの。大したことじゃない。人という存在の可能性を試してみたくなっただけだ。人の可能性。時代の流れ、国家の論理、価値観と倫理観の変化、とにかく人という存在は大きなものに翻弄されがちだ。そして時にその狭間に落ちて身動き取れぬまま消えていく。俺たちのハーメル村のようにこの都市にしても同じことだ。かつて人はこうした天井として満ち足りた日々を送っていたという。だが大崩壊と時を同じくして人は楽園を捨て地上へと落ち延びた。そして都市は封印され、人々はその存在を忘れてしまった。まるで都合が悪いものを忘れ去ろうとするかのようにな。真実というものはたやすく隠蔽され、人は信じたい現実のみを受け入れる。それが人の弱さであり限界だ。だが輝く輪はその圧倒的な力と存在感を持って国家という後ろ盾を失った時、自分たちがいかに無力であるか、自分たちの便利な生活がどれだけ脆弱なものであったか、そう、自己欺瞞によって見えなくされていた全てをな。それをみんなに思い知らせるのが。そうだ、欺瞞を抱える限り人は同じことを繰り返すだろう。第2第3のハーメルの悲劇がこれからも起こり続けるだろう。何人ものカリンが死ぬだろう。俺はそれを防ぐためにミクラウヘビに身を投じた。そのためには修羅と化しても悔いはない。それこそ欺瞞じゃないか。何？僕も弱い人間だから。レーベの言葉は胸に痛いよ。でも人は大きなものの前で無力であるだけの存在じゃない。10年前のあの日、僕を救ってくれた姉さんのように。そのことにレーベが気づいていないはずがないんだ。あんなにも姉さんを大切に思っていたレーベが。だったらやっぱりそれは欺瞞だと思う。カリンは特別だ。あんな人間がそう簡単にいてたまるものか。だからこそ人は試されなくてはならない。弱さと欺瞞という罪をあがなうことができるのかを、カリンの犠牲に値するのかを。だったらそれは僕が証明してみせる。姉さんを犠牲にして生き延びた弱くて嘘つきなこの僕が、エステルたちと出会うことで自分の進むべき道を見つけられた。レーベのいるここまでたどり着くことができた。人は人の間にある限りただ無力なだけの存在じゃない。やった。
勝負ついたみたいやね、ヨシアさん。俺に生じた一点の隙に全ての力を叩き込んだか。まったくダメかな。検定が剣を落とされたのではどんな言い訳も通用しないだろう。素直に負けを認めるしかなさそうだ。やったー、すごいすごいよヨシア。あの検定に勝ったんだよ。しかも剣だけを弾くなんて。そうでもしない限り万に一つの勝ち目もなかったからね。なるべく相手を傷つけずに父さんに教わった遊撃士の心得が役に立ったよ。そっか。なるほどな。教授に仕込まれた技術と剣聖から教わった心得、その二つを使いこなせば俺が破れるのも道理か。レイヴェン、俺は人という存在を試すために見喰らう蛇に協力していた。その答えの一つをお前が出した以上、もはや協力する義理はなくなった。そろそろ抜ける頃合いかもしれないな。よかった、本当によかった。レイヴェが戻ってきてくれた。おい、父さんに引き取られてからもずっと気にかかっていたんだ。声や顔は覚えてるけど誰なのか全然思い出せなくて、やっと思い出せたと思ったら敵として立ち塞がっていて、ずっと不安だったんだ。そうか。なんだかすごく仲がいいんですね。羨ましい。ちょっとクローゼ、そこで顔をあからめないでよ。ヨシア君も可愛いところあるやん。うん、俺もあんな弟が欲しかったわ。あのね、ケビンさん、ごめんエステル、なんだかはしゃいじゃってまだ何も解決してないのに。ヨシア、もうそんなことでいちいち謝らなくていいわよ。久しぶりの仲直りなんでしょ。いっぱいお兄さんに甘えなくちゃ。甘えるってエステル・ブライト、お前には感謝しなくてはな。え、レンといい、こいつといい、俺にできなかったことを軽々とやってのけたのだから。そして様々な者たちを導いてここまでたどり着いた。本当におかしな娘だ。なんか全然感謝されてる気がしないんですけど。クローディア姫、いや王太女殿下だったな。上級で俺が言った言葉、国家というのは巨大で複雑なオーブメントと同じだ。あの時のあなたの言葉、今ではこの上なく真実に思えます。でもそうした仕組みだけが人の世のあり方ではないと思うんです。私は探してみたい、あまたの巨大な歯車が稼働する中でも人が人らしくいられる世のあり方を。甘いとおっしゃられるかもしれませんが、そこまで思い至ったのなら俺ごときが口出すまでもない。その誇り高き決意に。ありがとうございます。それと、ん、俺の顔に何かついとる？いや、ケビン・グラハムといったな。ルフィナという傍観使いの女を知っているか？あんたどこでその名を？やはり聖杯騎士だったか。数年ほど前にある一件でやり合ったことがある。その時は見事に出し抜かれたが、未だ双剣でいるのか？いや、
あいにくやけど事故で亡くなったで。4年くらい前のことや。そうか、惜しい女を亡くしたものだ。誰のことなんだろう。そういえばどうしてレーベはここにいたの。まさかこの魔法陣みたいなのが輝くわってことはないわよね。いや、これは単なる光学術式だ。根源区画より送られた力を奇跡に変換するためのな。根源区画、そこに輝く輪があるんだね。ああ、この中枢塔はいわば輪の力を都市全域に伝えるためのアンテナ兼トランスミッターにあたる。その直接的な影響範囲はおよそ半径1000セルシュ。端末であるゴスペルを中継すればリベールはおろか大陸全土にも影響を及ぼすことができるそうだ。とんでもないわね。それじゃあ異変を止めるには根源区画にある輝く輪をどうにかする必要があるのよね。そういうことだ。だが輪はそう簡単にどうにかできる代物ではない。アーティファクトも一緒らしいが、自律的に思考する機能を備え、1200年前、輪を異次元に封印したリベール王家の始祖もさぞかし苦労させられたそうだ。そしてお前たちはその苦労に加えて白面も相手にしなくてはならない。当然そうなるだろうね。でもレーベが協力してくれたら教授にだって対抗できる気がする。こいつめ、俺がついてくるのを当然のように当てにしてるな。仲直りしたようで結構だ。しかし少々打ち解けすぎではないかな。ごきげんよう。見事試練を乗り越えてここまでたどり着いたようだが、こういうルール違反は感心しないな。何がルール違反よ。私たちは正々堂々と執行者たちと戦ったわ。そしてヨシアはレーベとの勝負に勝った。変な言いがかりをつけるんじゃないわよ。まだまだ今回の計画の趣旨に気づいていないようだね。結社に属する者は皆それぞれ何らかの形で名手から力を授かっている。そのような存在が君たちに協力してしまったら正確な実験は期待できないだろう。実験？まさか僕たちがここに来たことすら計画の一部だったというのか。幾分私の趣味は入っているがね。少なくとも計画の趣旨の半分を占めているのは間違いない。復員計画、輝く輪を手に入れるだけの計画ではなかったのですか。全ては名手の意図によるもの。その意味ではヨシュア、君も実験の精度を狂わす要素だ。非常に申し訳ないが、そろそろ私の人形に戻ってもらうよ。ヨシュア、大丈夫ですか。解道が深層意識の最下層に仕込んどったやな。確か君は騎士団の新米だそうだね。ならば見当はつくだろう。私の絶対暗示がどのような術であるのかを。ヨシア、嘘だよね。ねえ、こっちに戻ってきてよ。お願いだから、そんな目をしないでよ。
無駄なことはやめたまえ。かつて私は壊れたヨシアの心を修復するのに絶対暗示による術式を組み込んだ。その時に刻んだスティグマが未だ彼の深層意識に眠っていてね。その影響力は大きく、働きかければたやすく身体制御を奪い取ってしまう。そんな。ああ、ちなみにヨシアの肩にある紋章は入れ墨ではなくてね、私が埋め込んだ聖痕に対するヨシアのイメージが現出したものだ。記憶が戻ったのと同時に現れたから、彼もさぞかし不安に思っただろうね。嘘だったんだ。ヨシアを散々苦しめた挙句に自由にしてやるって言っておいて、それすらも嘘だったんだ。別に嘘は言っていないさ。君と共にヨシアがこんなところまで来さえしなければ全ては君たちが選んだ道というわけだ。ふざけんじゃないわよ。あんたなんかに私たちの歩いてきた道をとやかく言われたくなんかない。ヨシアを操ったからって今さらへこんだりするもんですか。あんたなんかぶっ飛ばして絶対にヨシアを取り戻すんだから。そう来なくては。だが私もこれから外せない大切な用事があってね。根源区画で待っているから、ぜひとも訪ねてきてくれたまえ。まずいな。でもどうすれば根源区画っちゅうところに。奥にある大型エレベーターを使え。レーベ、よかった、無事だったんだ。奥にあるエレベーターって。まさかあの大きなプレート。我が眠る根源区画に降りることができるはずだ。急げ、もう時間がない。わかった。アルセイユを撃墜した。トロイメライ・トラギオ、ワイスマンめ、俺の機体以外にも用意していたのか。さすがに簡単には通してくれなさそうやね。なんとかして切り抜けないと。ならばここは我々が引き受けよう。ユリアさん、それにミュラー少佐まで、みんなもどうしてこんなところに。アルセイユの修理がそろそろ完了しそうなのでね。動けるものを集めた上で加勢しに来たというわけだ。わしはおまけじゃが、こりゃすごいところに来たの。ふふ、言っとくけど、ま、山猫号の修理もそろそろ終わる頃合いだからな。お前さんたちの様子をちょいと見に来たってわけさ。そっか、話は後だ。ここは俺たちに任せとけ。お姉ちゃんたちはヨシアお兄ちゃんのところに早く行ってあげて。みんなありがとう。行け、エステル・ブライト。その輝きを持ってヨシアを取り戻すがいい。うん、行くぞみんな。二手に分かれて撃破する。まさかエレベーターシャフトだったなんて。一体
どこまで降りるんでしょう。どうやら中枢島の高さよりもはるかに深い縦穴みたいや、浮遊都市の中心部まで降りるのかもしれんな。エステルさん、大丈夫です。ヨシアさん、最後まで一緒に歩くって約束だったらきっと元に戻ってくれますから。クローゼ、ありがとう。そうだよね、約束破るやつじゃないし、それに私たちを差し置いてあんなメガネ男の好きなようにさせてたまるもんですか。乙女のパワーで取り戻そう。え？その息や。何この音、まさか。これは覚悟を決めるしかなさそうね。ああ、気合を入れるしかなさそうや。Thank you.
なんとか終点までたどり着けたわね。ここが根源区画なのかな。ああ、凄まじい力が奥の方から流れとる。どうやら間違いなさそうやね。ではヨシアさんと輝く輪はこの先に。多分これが最後の戦いになると思う。輝く輪を何とかして異変を食い止めるためにも、あの白面からヨシアを取り戻すためにも、二人とも最後の力を私に貸して。はい、及ばずながら。任せとき。
ようこそ大いなる秘跡の源たる場所へ。ヨシュア最後の試練もなんとかくぐり抜けたようだね。それでこそ和の復活に立ち会う資格があるというものだ。そんなものに興味はないわ。私たちが望むのは今回の異変を終わらせること、それとあんたがヨシアを解放することよ残念だがそれは無理だな君たちがいくら取り繕ってもヨシアの心が作り物であるのは否定できない事実なのだ。この肩の聖痕がその証、見喰らう蛇の私の所有物である証明なのだよ。あんたあるいはヨシアが自分の意志で聖痕を消せたら真の解放もありえたのだが、残念ながら今回はそこまでは至らなかったようだ。今しばらく私の研究素材としてあり続けてもらうことにしよう。なんて人。まさに外道やね。やれやれ、人聞きが悪いな。おそらくヨシアは肩にある聖痕の意味に気づいていたに違いない。そしてこの事態が起こりうると予想してな。にもかかわらず彼は君たちに一言も相談しなかったようだ。そして君たちもまた彼の悩みを察してやれなかった君たちの絆などその程度ということではないかねまあそう悲観することはない。ここにたどり着けた時点で君たちには資格は与えられた。あとは正しい選択をするだけだ。資格、選択、それってどういうことなの君たちはどの程度知っているのかな。この輝く輪をめぐって1200年前に何が起きたのかを。やっぱりそれが輝く輪か。その通り。無限の力を生み出し奇跡へと変換することのできる究極のアーティファクトの一つだ。しかし古代人は1200年前この大いなる至宝を封じてしまった。一体どうしてだと思う。それはどうやら目の前のことで精一杯で情報収集を怠っていたようだね。ならば仕方ない。その真相を君たちに享受しよう。数千年前女神は人に7の至宝を授けた。それらは世界の可能性をそれぞれ異なる方法で利用することで奇跡を起こすアーティファクトだった。そして四方ごとに7派に分かれた古代人たちは様々な形で理想を追い求めた。その一つこそが輝く輪を中心に建造されたこの実験都市リベルアークだ。汎用端末ゴスペルを通じてあらゆる願いが輪に叶えられる。人の手によって築かれた空の楽園。そこで人は一切の争いのない豊かな生活を享受できるはずだった。しかし人はゴスペルを通じて輝く輪がもたらす人工的な幸福に次第に魂を飲み込まれていった。物質的快楽はもちろん我が構築する夢、仮想現実に精神的な充足すら見出してしまったのだ。そして人は
麻薬のように奇跡に依存することで破滅への道を歩き始めてしまった。倫理と向上心を失い精神的に失調してゆく市民たち、出生率が低下する一方、自殺率、異常犯罪は増加し続け、社会全体が緩慢な死に向かい始めた。しかし我は我関せず、求められるまま奇跡を与えてしまう。そうして空に築かれた楽園はうつろで醜悪な培養層と化していった。リベール王家の始祖たちが和を封印する計画を立てたのはそうした背景があってのことだ。我が妨害のために放った守護者に苦しめられながらも封印区画とデバイスタワーを建造し、そしてついに和は浮遊と仕事異次元に封印されることとなった。それが1200年前に起こったこと。まさかそんなことがあったなんて。確かに王家の始祖たちはよくやったと言ってもいいだろう。しかし考えてもみたまえ、その代償として人は混沌の大地へと放り出され、一からやり直すことになったのだ。そして今も覇権をめぐって飽くなき闘争を繰り返している。果たしてそれは正しい選択だったのだろうか。それは、そして一方で人はオーブメントという技術を手に入れ、再び豊かな生活を享受し始めている。だが今のままでは行き着く先は二つしかありえない。飽くことなく快楽を求め、自ら律することもかなわぬまま世界を巻き込み滅びてゆくか、もしくは古代人のように全てをシステムの管理に委ねることで家畜のような生を続けてゆくか、物質的な破滅か精神的な破滅か、それを防ぐためには人自身が進化するしか道はない。いかなる誘惑逆境にも揺らぐことのない絶対の理性、感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性、その両者を兼ね備えた段階に人という種を導いてやること、まさにそれこそが復員計画の最終目的なのだ。あんた本気か。なんて途方もないそんな古代妄想郷を見るような目で見ないでくれたまえ。人は想像を絶する事物に直面したとき、恐れとともに変革を余儀なくされる生き物だ。その意味で輝く輪はまさに格好の存在と言えるだろう。私はこの大いなる司法をもって人を正しい進化に導いてみせる。それこそが名手より授かった人としての使命なのだ。はあ、正直余計なお世話なんですけど。いかなる誘惑逆境にも揺らぐことのない絶対の理性、感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性、そんなものにどんな価値があるっていうの。君は人の話を聞いていなかったようだね。物質的もしくは精神的な破滅を避けるために人は進化するしか。そんな話をしてるんじゃないわ。私が言いたいのは、そんなご大層な存在になる前にできることがあるんじゃないかってこと。ヨシアも言っていたけど、私たちは無力な存在じゃない。今回の異変にしたってみんな最初は戸惑いながらも次第に協力して前に進もうとしてた。王国各地を巡って私はそれをこの目で確かめた。別に進化なんかしなくたってなんとかやっていけると思わない？
群れて生き延びるのは獣や虫ですらやっていることだ。その程度の行動をもって君は人の可能性を語るつもりかね。別に同じでもいいじゃない。私たちだって生き物であるのは確かなんだし、それが生きているってことの強さなんじゃないかな。何？もちろん人はそれだけの存在でもないと思う。そうした命の輝きを原動力に自分らしく生きていこうとする、そんな存在だと思うの。でもそれはあんたの言うような万能超人である必要なんかなくて、みんながちょっとした思いやりでお互い助け合うだけでいいんだと思う。多分輝くわを封印した人たちも同じ考えだったんじゃないかな。奇跡に頼り切っちゃうことも良くないことかもしれないけど、それ以上に人と人がお互い助け合う余地がなくなることが何よりも良くないことだって。エステルさん、人は人の間にあってこそ真に人として立つことができる。エステルちゃんの言う通りやで。何かと思えば助け合いか。そのようなことは歴史を振り返ってから言いたまえ。例えば幾度となく繰り返されてきた戦争という名の巨大なシステム、その狭間において人の絆は無力な存在でしかなかっただろう。そんなこと、お母さんは戦火の中命がけで私を守ってくれた。そのことがきっかけで私は遊撃士の道を志して、そして今この異変を止めて戦火を未然に防ぐために。それでも人は無力だって言えるの？ふん、はあ言えばこういう。もしあなたが本気で人が無力だと信じてるのなら、だから進化させる必要があるんだと思い込んでるなら、だとしたらあなたはとってもかわいそうな人だと思う。だって信じ合って助け合うことの喜びを知らないんだもの。私たちが人があがいているのを見ることにしか喜びを見出せないなんて、そんなの寂しすぎるよ。でも私は遊撃士だから、あなたが自分の事情にみんなを巻き込むことは見過ごせない。悪いけど力ずくでも止めさせてもらうわよ。無知な小娘が大層な口を聞く。ならばその身をもって己の言葉を証明してみたまえ。魔眼か。君たちはそこでおとなしく見ていたまえ。さぞかし面白い見物になるだろう。予習は少し遊んであげたまえ。予習はミステル君、ぜひとも私に見せてくれたまえ。絶望の中人という存在がどんな強さを見せてくれるのかをね。なかなか見事な技だ。
どうやら牽制のところに預けた甲斐があったみたいだね。これでまた私の作品の完成度が上がったというわけだ。あんた。さて、真の余興はここからだ。ヨシュア、彼女を無力化した前。どうやら君では人の強さを証明できないようだね。だが私も学者の端くれとして実証の必要性は理解しているつもりだ。だから君の代わりにヨシュアに証明してもらうとしよう。え？何？簡単な実験だ。このままヨシュアに君の息の根を止めてもらう。叱る後暗示を解いて元に戻してあげるというだけさ。果たしてヨシュアはどんな表情を浮かべるのだろう。ゾクゾクするとは思わないかね。ふざけんじゃないわよ。そんなことになったらヨシアは、ヨシアは今度こそ完全に心が砕け散ってしまうかもしれないね。だがそうなったらまた私が新たな心を作ってやれば済むことだ。そしてもう一度同じように人に戻るチャンスを与えるとしよう。今から楽しみだよ。やめて。そんなのひどすぎるよ。それではヨシア、とどめを刺してあげたまえ。よし、ごめんね。絶対に死なないって言ったのに。ごめんね。一緒に歩くって約束したのに。ヨシュアさん、ダメ。でも私は信じているよ。ヨシュアは絶対に負けないって。私がいなくなっても現実から逃げたりしないって。ごめん、ちょっと自信はないかな。もう。金縛りが解けたか。よし。ごめん、エステル。ずいぶん辛い思いをさせてしまったみたいだね。バカな。あの状態から意志を取り戻せるはずが。待て。お前、肩の成功はどうしたのだ。もう僕の深層意識にあなたが刻んだ成功はない。たった今砕け散ったからね。何？聖魂のある一点に暗示のくさびを打ち込んでもらったんだ。そしてそこに負荷がかかった時、聖魂が崩壊するような自己暗示を僕はずっと繰り返してきた。暗示のくさび？このままだと君との約束が果たせなくなりそうだったからね。都市に不時着した直後にケビンさんにお願いしたんだ。ケビンさんが？いや、相談された時はどないしようかと思ったわ。正直その一点を外したら取り返しのつかないことになる可能性が高かったからな。でもヨシア君、見事賭けに勝ったやないか。はい、本当にありがとうございました。そうだったんだ。ケビン・グラハム、貴
師団の新米と侮っていたが、こしゃくな真似をしてくれる。ま、これも女神の導きやろ。教会から抜けたあんたには分が悪かったかもしれんな。それに俺はあくまでお手伝いをしただけや。助言者は他におるさかいな。何、まさかカシウス・ブライトの入れ知恵か。あ、そっか、あの時の。うん、手紙にはこうあったんだ。お前の呪縛を解く鍵はケビン神父が持っているだろう。だがその鍵をどうやって使いこなすかは、お前ワイスマンとやらの行動を見抜いて自由を勝ち取ってみせろってね。さすがカシウスさんです。まったくもう本当父さんらしいわ。正直かなり悩んだよ。再び僕を操ったあなたが一体何をやらせるだろうと。そして僕はその一点に全てをかけてみた。あなたが、僕が最も恐れることを僕自身の手で行わせる可能性にね。そしてあなたはその通りに命じ、もう僕は完全にあなたから自由だ。ヨシア、愚かな。このまま私に従っていれば、遥かな高みに登れたものを、新たなる段階へと進化させてやったものを。エステルと同じく僕もそんなものに興味はない。それに道というのは他人から与えられるものじゃない。暗闇の中をあがきながら自分自身で見出していくものだ。それができれば世話はない。人の歴史は闇の歴史。大いなる光で導いてやらねば、いつまでたっても迷ったままだ。違う、人は暗闇の中でもお互いが放つ光を頼りにして共に歩んでいくこともできる。それが今ここにいる僕たちの力だ。ヨシュア。出来損ないの執行者風情が随分大きな口を叩くものだ。ならば見せてみるがいい。闇の中でも輝くというお前たちの光とやらをな。名手の忠実なるしもべ、蛇の人が一柱、白面の力、見せてやろう。望むところよ。全力で行かせてもらうよ。破れるかな。Thank you.
破れるかな？気分はどうかな？破れるかな？Oh!
我が右手にある剣より授かりし輝きを持って我らが盾となる。滅びよ。ほう、これは驚いたぞ。まさか貴様らごときがここまで食い下がるとは。教授ってばどんどん口調が存在になってるんじゃない。余裕なくなったみたいですね。哀れなことだ。自分たちがすでに七人いるとも気づかずに。どうするつもりだ。このまま名所に献上するつもりだったが気が変わった。貴様らが歯向かった相手がどのような存在かを思い知るがいい。和と融合しとるんか。この感覚思った以上に悪くない。さてまずは試させてもらおうか。人を新たなる段階へと導く天使の大いなる力をね。
まだいけるわ。やっと思い知ったようだね。俺の真の力というものだ。そんな、なんでこっちの攻撃が全然当たらないのよ。何らかの障壁を展開し続けているんだ。でもここまで通用しないなんて。七四方の中でも輝く輪は空間を司る存在。動力魔法とは比べ物にならない圧倒的な絶対障壁を展開できる。もはや私と君たちとでは存在の次元が違いすぎるのだよ。ここで魔眼か、ワイスマン。あなたはその目、やはりお前を殺すには惜しい。じっくり調整しながら再び聖魂を埋め込んでやる。そしてまた希望を与えてから、その目を摘み取ってやろう。希望が絶望に変わる表情、今から楽しみだよ。やれやれ、もはや悪趣味というより病気といった方が良さそうだな。刺しておくべきだったか。しかしレーベ、君が来たところで何ができる。いかにドラギオンといえど輪の障壁を破ることは不可能だ。だろうな。ところでワイスマン、一つ聞いておきたいことがある。ハーメルの悲劇、貴様はどの程度関与していた。おお、人聞きの悪いことを言わないでくれたまえ。俺はあくまで帝国内の主戦派が企てた事件だろう。どうして私が関与するのかね。それは貴様が蛇だからだ。弱みを持つ人の前に現れて破滅をもたらす計画をささやく。そして手を汚すことなく自らの目的を達成してしまう。それが貴様のやり口だろう。実際主戦派の首謀者たちは当時あったという清掃に敗れて後がない者たちばかりだったと聞く。もし10年前の戦争すら今回の計画の仕込みだったのなら、全てのことに説明がつくと思ってな。なるほどな。まあおおむね君の指摘通りと言えるだろう。もっとも私がやったことは、彼らに両兵崩れを紹介してハーメルの名を囁いただけさ。それだけで事態は動き出し、瞬く間に戦争へと発展してしまった。人間の業を感じさせる実験結果だったよ。許せない。あなたは最低です。吐き気がしてきたわ。なるほど、大方予想通りということか。おや、意外と冷静だね。私としてはもう少し憤ってほしいところではあるが。
俺の心はとうに冷めきっているからだ。しかし先ほどの貴様に背後から混沌させられた失態、検定としては屈辱の極みだ。その借りだけは返させてもらうぞ。何？バカな、あの絶対障壁が、そうか、その剣は、そう、俺が名手より授かった剣、貴様の杖と同じく外の断りで作られた魔剣だ。迂闊であったわ。離れろ離れろ、この知れ者が。俺に構うな、道は開いた、あとはお前たちが切り開け。やってくれたな。まあいい、絶対障壁など和の力のほんの一端だ。すべての力を解放して。それはこっちのセリフや。遊撃士として、リベールの市民として、そして何よりも人として。ワイスマン、僕たちはあなたを通す。
せい。もう僕は逃げない。セン切り放つブレイド。ほれ、もう僕は逃げない。
我が右手にある剣より授かりし輝きを持って我らが盾となる。我が右手にある剣よりの授かりし輝きを持って我らが盾となる。せい！
が右手にある剣より授かりし輝きを持って我らが盾となる。ここまで粘るとは。だが所詮無駄なあがきというものだ。無限の力を秘めた輪の前では。なんだ、輪が、私の中の輪が。どうやらこれが最後の悪あがきみたいね。とっとと倒してレイベのところに戻りましょう。キリハットブレイド。
そら
もう僕は逃げない。セン、キリファントブレイド、ほら、僕は逃げない。セン、キリファントブレイド、ほら、ほら、
せい。我が右手にある剣より授かりし輝きを持って我らが盾となる。Thank you.
ルヒタスライス。我が右手にある剣より授かりし輝きを持って我らが盾となる。
が右手にある剣より授かりし輝きを持って我らが盾となる。スイカ我が右手にある剣より授かりし輝きを持って我らが盾となれ。セーフ！キーハンドブレイド！
我が右手にある真偽に授かりし輝きをもって我らが盾となる。そんな。輝く罠、消えてしまっただと。バカな。そんなバカな。逃げた？あんなやつどうだっていいわよ。それよりもレベ！レベ、しっかりして！今すぐに手当てをするから。その必要はない。お前ならわかるはずだ。助かる傷ではないことを。嫌だ、そんなの嫌だ。レーベまで姉さんみたいに、そんなのひどすぎるよ。そんな顔するな。幼い頃のような泣き虫に戻ったみたいだぞ。そうだよ、僕は弱くて甘ったれで、まだまだレーベが必要なんだ。だからお願いだから。やれやれな。ヨシュア、納得できないのならお前は俺たちのようになるな。大切なものを守るために死ぬのではなく、守るために生きろ。エステル・ブライト、頼みがある。うん、何？こいつは強いようで芯が脆いところがある。全ての呪縛が解けた今、本当の意味で強くなる必要があるだろう。だから頼む、これからもこいつを、俺たちの弟を支えてやってくれ。言われなくてもそうするつもりだったけど、でも今ここでちゃんと約束する。だからどうか安心して。すまない。しかしやっと分かったぞ。あの時カリンがなぜ微笑むように言ったのか。こんなにも満たされた気持ちだった。だ、レーベ、冗談はやめてよ。ちゃんと聞こえてるんだよね。だってそうだろ、やっとまた会えたのに、やっとまた笑顔で話せるようになったのに。頼むから返事してよ。ヨシュア、ヨシュアさん。おい、ユリアさん。
よかった、ご無事でしたか。ひょっとして彼は。そうですか。君たちが降りた後、新手の機械獣が何匹も現れてな。絶体絶命に陥った時、彼がそこの機械竜を呼んで戦況を覆してくれたんだ。そうだったんだ。ワイスマンと輝くはどうしたんじゃ。輝くははどこかに消えちゃって、ワイスマンも逃げたけど、やたらと慌ててた感じだったわ。何、消えたじゃと。それはまずいかもしれんな。この揺れって。輝く輪は浮遊都市を維持してきたエネルギー源でもある。それがなくなってしまったら、じきにこの都市は崩壊するじゃろう。それでは急いでアルセイユに戻った方が良さそうですな。すぐに動力が尽きることはないが、急いだ方がいいじゃろう。お前さんたちの船はどうじゃ。ああ、今頃完全に修理が終わっているはずだ。戻ったらすぐに飛べるだろうぜ。よし、それではみんな、これより撤退を開始する。エレベーター近くに転移用のゲートがあった。順次それを使って中枢島より脱出するぞ。よしは、その辛いとは思うけど、早く行かなくちゃ。ごめん、エステル、頼むから先に行って。僕のことは気にしないでいいから。よしは、しっかりして。レーベが言ったこと全然分かってないじゃない。守るために生きろってそう言われたんじゃないの。私は忘れない。ヨシアを支えるってこの人と約束したこと絶対に忘れないんだから。エステル、ごめん。本当に僕は。レイベ、これ預かっておくよ。ハーメルに、姉さんにちゃんと届けるからさ。ヨシア、エステルさん、ヨシアさん。時間がない、とにかく急いでくれ。すみません、今行きます。そんなバカな、こんな事態名手の予言にはなかった。待てよ、試されたのは戻ったら問いたださなくては。悪いけどそれは無理やね。ケビン・グラハム、いつの間にこんなところに。どけ、貴様のような雑魚に関わっている場合ではない。貴様、魔眼が効かないのか。いくら聖杯騎士とはいえ、新米ごときに防げるわけが。すまん、ちょいと三味線弾いてたわ。俺は騎士団の第5位、それなりに修羅場くぐっとる。ま、それでも本調子のあんたに勝つのは難しかったけど、今ならつけ入る隙があるからな。何？
俺の本当の任務は輝くあの調整内最悪の破壊層ゲオルグ・ワイスマン、あんたの始末というわけや。なるほどな。だがこの程度の攻撃でこの白面を滅するなど。なんだ。潮の杭、かつてノーザンブリア北部を潮の海に変えた禁断の呪具。私一人を始末するためにこんなものまで持ち出したのか。あんたは少々やりすぎた。いくら教会が中立でももはや見過ごすわけにはいかん。おとなしく滅びとき。おのれ犬が！犬か。ま、その通りなんやけどね。ヨシュア君、君は運がいいで。俺なんかと違って、まだまだやり直せるんやから。それってジェラシー？ドミニオン第5位、下方狩り。ケビン・グラハム。噂にたがわぬ冷酷ぶりじゃない。君は確か道化師やったな。悪いけど彼の方は手遅れやで。聞いているかもしれないけど、僕の役目は見届け役なんだ。計画の全プロセスを把握し、一辺の例外なく名手に報告する。教授の自滅も単なる結果であって防ぐべき事態じゃないんだ。なるほどな。見食らう蛇、まだまだ謎が多そうや。君たち騎士団だってそれは同じだと思うけどね。さてと、これで僕の役目も終了だ。落とし物も回収できたし、そろそろ帰るとしようかな。何？それではどうも、ごきげんよう。また次の機会に会えることを祈っているよ。落とし物って、まさか。まあいい、これ以上は俺の権限がいや。急いでエステルちゃんたちと合流せんとな。しただけだから。めまいって どうしていきなり。多分聖魂が消滅した後遺症やろね。何しろ意識の根っこに救ってた部分や。それを取り除いたら何らかの形で揺れ戻しが起こる。めまい、頭痛、吐き気、しばらくの間は悩まされるやろう。そんないいんだエステル、全部覚悟した上でケビンさんにお願いしたんだから。ヨシア、おい、何をやっとるんじゃ。急がんと置いていくぞ。もう走れる？ヨシア。ああ、問題ないよ。よし、そんなら急ぐで。エステル。え？
揺れで脆かった部分が崩れ、大丈夫か？うん、なんとか。エステルさん、ヨシオ、お姉ちゃん、お兄ちゃん、ち、なんてこと。他に通り道はねえのかよ。中枢島に向かう通路はここだけだったはずよ。何か方法は。私たちに構わずにみんな先に脱出してよ。僕たちは何とかして脱出の方法を見つけますから。バカ言うんじゃないわよ。ここであんたたちを置いていったら先生にどう顔向けすればいいの。いいから何か方法を考えるわよ。知らねえ。すみません。実際問題、ジャンプして飛び越せる距離じゃないとなると別のルートを探すしかなさそうだ。別のルート でも一本道なんですよね。いや、それはあくまでこの地下道に限っての話さ。どうやらこの浮遊都市にはいくつも地下道が存在するらしい。そうした道さえ見つかれば。そういや、中枢島の手前で別の地下ゲートを見かけたな。カルマーレに通じた緊急避難通路と書いてあったような。本当？ああ、確かにあったぜ。そのカルマーレってのがお前らの船のある場所なんだろう。ああ、そこが使えれば。うん、この状況下ならばロックは外れているはずじゃ。エステルちゃん、ヨシア君、もう他に選択肢はなさそうや。そっちの方からアルセイユに戻るんや。うん、わかりました。気をつけてね。おね、待っています。アルセイユで。うん、みんなも気をつけて。さあ、僕たちも急ごう。どうやら崩壊まであまり時間はなさそうだ。うん、了解。中枢島前にある緊急用の避難通路よね。
れなくなっちゃったね。多分下の細い針じゃ。そっか。ごめんエステル、僕があの時足をもつれさせなければ。そういうことは言いっこなし。私だって岩の下敷きになるところをヨシアに助けてもらったしね。でもなんでかな、こんな状況なのにちっとも怖くないのよね。ヨシアはどう？僕も全然怖くないかな。ねえヨシア、二つお願いしてもいい？いいよ。一つ目は私のこと抱きしめててくれる？喜んで。それから？そのしつこいって思われたらちょっと嫌なんだけど、やっぱりその悔いは残したくないっていうか。ごめん、その先は僕に言わせて。エステル、キスしても？ダメだジョゼット、あの様子じゃもう。そんな、くそ、最後の最後でなんでこんな時に。女神は一体何やってやる。そんな間に合わへんかったか。
いくら殿下の命令でもそれは従いかねます。アルセイの水力も完全には戻っていない状態だ。今再び都市に近づけば間違いなく崩壊に巻き込まれる。そうですな、ラッセル博士。その通りじゃ。そんな参ったな。場を和まそうと思っても頭が真っ白だよ。ああ、俺もだ。あいつらこれからだってのにこんなことになっちまって。エステルちゃん、ヨシュア君、あれ？おい、ドロシー、こんな時くらいおとなしくしてろっての。いえ、そのなんだかジーク君が嬉しそうに飛んでいったなって。え？レグナート、どうしてあなたがこんなところに。それにどうして父さんまでここにいるのよ。何、王国全土の動力がようやく回復してくれたんでな。モルガン将軍に工事を任せてこうして彼に乗せてもらったんだ。乗せてもらったって。さすがに驚いたよ。はじめまして、レグナート。あなたのことはエステルから聞いています。危ないところを助けていただいて。礼には及ばぬ。新たな風が吹いたのでな。そのついでに翼を運んだだけだ。でも本当に助かったわ。あれ、そういえば確かあなたって人を見守るだけの存在なのよね。私たちを助けてよかったの？それは輝く輪を前にお主らが答えを出すまでのことだ。そして答えが出された今、いにしえの盟約は解かれ、禁忌も消えた。故に牽制の頼みに応じこうして迎えに来たというわけだ。いにしえの盟約？わけわからないんですけど。安心しろ、俺にもわからん。何しろこの堅物と来たら肝心なことはろくに喋ってくれないのだからな。許せ、竜には竜のしがらみがある。ただ一つ言えることは、運命の歯車は今まさに回り始めたばかりということだ。そして一度回り始めた歯車は心しておくことだな。そうか。ちょっと待って。また同じようなことがリベールで起こるというの？いや、その運命は別の場所で別の者たちが引き受けることになるだろう。とにかく今回はお前たちも本当によくやった。今はただ何も考えずゆっくりと休むといいだろう。かけがえのない仲間と共にな。
一つ思い出した、出会いの足跡、つま先に香る花、きらめいて咲き始める、優しい記憶you
姉さん。ただいま。これ、レーベから預かってきたよ。よかったね、ヨシュア。レーベも喜んでるんじゃないかな。うん。レーベと姉さんは本当に仲が良かったから、多分将来は一緒になるつもりだったんだと思う。そっか。ねえ、私もお姉さんに挨拶させてくれる？うん、ぜひ。はじめまして、カリンさん。私エステル、エステルブライトって言います。弟さんの家族で、兄弟で、一応恋人ってことになるのかな。心外だな。でもまだ慣れないっていうか、その気恥ずかしいっていうか。まったく、もう、まそういうところもエステルらしいけどね。うん、何よ、一人で余裕ぶっちゃってさ。そういうヨシアだって二人きりの時は意外と。すみません、挨拶してる途中で。あの、今日はヨシアの里帰りに付き合わせてもらう形でお姉さんに挨拶に伺いました。これからもよろしくお願いしますね。ありがとう、エステル。姉さんもきっと喜んでると思うよ。そうだといいんだけど。私、子供っぽくてまだまだ頼りないところがあるし、弟の彼女失格とか思われたらどうしようかなって心配で。考えすぎだって。むしろ姉さん、君とは気が合ったんじゃないかな。性格とか雰囲気が好対照だしね。そうかな。で、それって微妙に褒めてない気がするんですけど。お姉さんみたいに芯が強くて落ち着いている性格じゃないってことよね。芯は強いとは思うけど、落ち着いてるっていうのはちょっとどうかな。ガク。でもそれでいいじゃないか。いつも明るく前向きで、お日様みたいに輝いてて、僕が好きになったのはそんな女の子なんだから。まったくもう、よくそんな恥ずかしい言葉をしれっと口にできるわね。あれ、嬉しくない？嬉しいわよ。悪かったわね。怒られても。ああ、もう挨拶も済ませたし、そろそろ出発しましょう。このまま続けたらお姉さんに呆れられそうだし。どうしたの？ねえ、本当にいいの？僕に付き合う形でリベールから離れても。結社時代の償いのため大陸各地を回るのは僕の問題だ。レーベに追いつくため、もっと強くなりたいっていうのも、君を巻き込んでいいのか正直まだ迷っているんだ。まったくもう、肝心なところで抜けてるんだから。え？レグナートも言ってたけど、これから先いろいろなことがこの世界で起こるかもしれない。また見食らう蛇が何かしでかすかもしれないしね。そのためにも私は父さん以上に強くなっておきたい。私にとってはその修行の旅でもあるんだから。父さん以上ってまた大きく出たね。どうせなら目標は大きくよ。レーベとの約束もあるし、レンがどうしてるのかも気になるし、見たことのない土地を旅するのもすごく楽しみだし、それに。エステル、そもそも私がヨシアと一緒にいるのに理由なんて必要？そんなもの必要ないかな。でしょ。本当ヨシアって肝心なところで抜けてるんだから。本当にそうだな。
行こう、エステル。道がどこに通じているのか今はまだわからないけど、きっとその先に何か見えてくると思うから。うん、私たちのペースで一歩一歩。